メタバース空間でも活躍するグローバルグループエスパ、今夜日本のテレビ初歌唱。デビュー曲のミュージックビデオは K-POP グループのデビュー曲の中で史上最速で再生数1億回を突破。その人気は日本でも凄まじく、日本で初ライブとなった去年のショーケースでは4公演のチケットに92万通の応募が殺到。さらに今年8月には海外アーティスト史上最速で東京ドーム公演を開催。ダンス、歌、ビジュアル、全てがネクストレベルと称されるエスパ。その実力者揃いのメンバーが次元を超えた美しいパフォーマンスで世界を魅了。リーダー、カリナ。ステージ上のクールな表情とキュートな素顔のギャップで人気絶大、冬子の愛称で親しまれるウィンター。ずば抜けた歌唱力で聴く者を圧倒させる最年少ニンニン。3カ国語を話せるトリリンガルでハイレベルなラップスキルを併せ持つジゼル。世界で活躍するエスパが今夜日本のテレビ初パフォーマンス。披露する曲がデビュー曲ブラックマンバ。サビの姿勢を低く落としながら踊る高難度ダンスにご注目。